さんこんにちは。今回はパーソナルカラーの自己診断で顔色を美しく見せてくれる色、ご自身に似合う色を見つけていきましょう。まずはパーソナルカラーとはについてです。パーソナルカラーとはご自身の生まれ持った肌や髪、目の色素と調和する色、そしてご自身を美しく見せてくれる色のことです。パーソナルカラーを洋服やメイクに取り入れると顔色をきれいに見せることができ、それは肌をツヤツヤに見せてくれたり若々しく見せてくれたりする効果が期待できます。パーソナルカラーのタイプは大きく2つの色味に分けられます。黄みや温かみを感じる色が似合うタイプの方がイエローベース、逆に青み、冷たさを感じる色が似合うタイプの方がブルーベースです。イエローベースとブルーベース、それぞれ2つずつ計4つのタイプに分類されます。まずは1つ目、黄みのある明るくクリアな色が得意な方がイエローベース春。代表的な色にはコーラルピンク、ターコイズブルー、ベージュなどがございます。2つ目、黄みのある落ち着いた色が得意な方がイエローベース秋。代表的な色にはサーモンピンク、ダックブルー、ブラウンなどがございます。3つ目、ブルーベースですね。青みのある柔らか明るい色が得意な方がブルーベース夏。代表的な色にはミルキーピンクや水色、グレーなどがございます。最後4つ目、青みのあるはっきりとした色が得意な方がブルーベース冬。代表的な色にはフューシャピンク、ロイヤルブルー、ブラックなどがございます。例えば同じピンクといってもタイプによって得意なピンクは異なります。私はブルーベース冬なので、こういったクリアで青みのある鮮やかなピンクが得意です。一方イエローベース秋のような黄みのある落ち着いたピンクを合わせると、ちょっと顔に赤みが出たり日くすみして見えるのがお分かりいただけますでしょうか。得意な色を知ることでおしゃれやメイクがもっと楽しくなり、自分に自信も持てますので、ぜひ取り入れてみてください。では早速診断を始めます。紙とペンをご用意いただき、画面を参考に紙に春、夏、秋、冬のチェックシートを書いてください。これから8個の質問をしていきますので、当てはまる季節にチェックを入れてください。またメイクは落として自然光の下で行っていただくのがおすすめです。1、まずは肌の質感です。しっかりとツヤを感じる方は春と冬にチェックを入れてください。自然あるいはソフトなツヤ感を感じる方は夏と秋にチェックをしましょう。ここでポイントは、T ゾーンはどのタイプの方もテカリが強い場合が多いので、頬などあまりテカらない場所で見るのがおすすめです。2、次は肌の色味です。ニュートラルから黄み寄りの方は春と秋にチェック、ニュートラルからピンク寄りの方は夏と冬にチェックを入れてください。ここでチェックをするときは、日焼けをしやすいパーツよりも腕の内側のようなあまり日焼けをしにくいところを見るのがおすすめです。3、続いて肌の赤みです。頬の赤みは出やすいですか？やや出やすい方は春、出やすい方は夏、出にくい方は秋と冬にチェックを入れてください。次は瞳の色です。黒目のところなんですけれども、明るい茶色の方は春、グレージュや赤茶の方は夏、ダークブラウンや少し緑みを感じるオリーブ系の方は秋、真っ黒の方は冬にチェックを入れてください。5、続いて瞳の縁、黒目と白目の境目はくっきりしていますか？カラーコンタクトのようにくっきりしている方は春と冬、逆に境界線がぼんやりとしている方は夏と秋にチェックを入れてください。
ここでまた一つポイントが、もしあんまり境界線縁のことが分かりにくいなという方は、目がビー玉のようにキラキラしているかどうかも一つチェックポイントです。キラキラ感が強い方は春と冬にチェックを入れてください。6、次は髪の毛の質感です。ツヤ感をチェックしてみましょう。しっかりとしたツヤ感またはハリ感がある方は春と冬、ツヤ感は控えめでふんわりした感じの方は夏と秋にチェックを入れてください。例として例えばパーマがかかりにくい方はピンとしたハリ感がある可能性が高く、逆にしっかりとカールのパーマがかかりやすい方はふんわりとした髪質の可能性が高いです。7、続いて地毛の色味です。やや明るめのブラウンやダークブラウン系の方は春、ソフトブラックや赤みを感じるブラウン系の方は夏、ダークブラウンやグレー味のあるアッシュブラウン系の方は秋、真っ黒や赤みのあるブラウン系の方は冬にチェックを入れてください。8、最後は髪の毛の量です。普通から少なめの方は春と夏、普通から多めの方は秋と冬にチェックを入れてください。質問は以上です。チェックの数が一番多かった季節があなたのパーソナルカラーです。それではタイプ別に解説していきましょう。春が一番多かった方はイエローベース春です。明るくフレッシュな印象の色味が得意です。明るく淡い黄色みのある色やクリアで鮮やかな色が得意で、シャンパンゴールドなどの柔らかい輝きのゴールドもよく似合います。夏が一番多かった方はブルーベース夏です。上品で穏やかな印象の色味が得意です。淡く明るい色でも青みがかった色が得意で、スモーキーなパステルカラーや光沢が控えめのシルバーもおすすめです。秋が一番多かった方はイエローベース秋です。エレガントで大人っぽい印象の色味が得意です。アースカラーのような深みのある黄色寄りの色が得意で、落ち着きのあるグレイッシュな色やゴールドも似合います。冬が一番多かった方はブルーベース冬です。クールでシャープな印象の色味が得意です。真っ赤や真っ青といったクリアではっきりとした色が得意で、淡い色ならシャーベットのような涼しげな色がよく映えます。パーソナルカラーは特に顔周りの色使いに効果的なので、トップスやメイク、ヘアカラーなどに取り入れるのがおすすめです。自己診断の結果でいずれのタイプにも振り切らず、チェックの数が似通っていた場合は、チェックが多かった上位2つのタイプの組み合わせを確認してみましょう。まずはイエローベース、ブルーベースがポイントになる方の解説です。上位2つのタイプが春と秋の方は共通点がイエローベースなので、トーンを気にしすぎずイエローベースの色味が肌によくなじみます。逆に夏と冬の方は共通点がブルーベースなので、トーンを気にしすぎずブルーベースの色味がなじみます。次に明るいくらいがポイントになる方の解説です。春と夏の方は共通点が明るいトーンであるということ、パステルカラーのような明るい色を選ぶと顔色がアップします。秋と冬の方は共通点が落ち着いたトーンであるということ、濃く落ち着いた色、深みのある色がおすすめです。最後にクリア、スモーキーがポイントになる方の解説です。春と冬の方は共通点がクリアで鮮やかなトーンであるということ、ツヤツヤした光沢のある質感が得意なので、ツヤ肌メイクもよく似合います。夏と秋の方は共通点がスモーキーなトーンであるということ、ソフトで上品な質感が得意なので、セミマット肌や上品なパールメイクもおすすめです。いかがでしたか？パーソナルカラーはイメージや選択肢を制限するものではなく、
得意を知っておしゃれをより楽しんでいただくためのツールです。ぜひパーソナルカラーを活用してご自身の魅力を広げてくださいね。